こんにちは。前回、一般的な鍵の中身を作りましたが、今回は簡易的なダイヤルキーを作ってみました。この分厚い扉の内部に実装しています。このダイヤルを適切に回すことで、横にある出っ張りが引っ込んで、扉を開けることができるようになります。では行こう。中を見てみます。内部には円盤のようなものが複数取り付けられています。この円盤には、それぞれ一箇所のみ切り込みが入っています。この切り込みが一列に揃うことで、上部にあるバーが切り込みに入ります。この状態でダイヤルを回せば、一番手前の円盤の爪がバーを捕まえるので、鍵を開けることができます。ほら、開きました。ところでこの鍵は、この部分にバネやらの工夫を入れることで、バーは常に矢印方向に力が加わっています。なので、ダイヤルを戻すときに自動的に鍵は閉まっていきます。この時、ハンドルと直接連動する1枚目の円盤のみ、溝の形が違うので、滑らかにバーが持ち上がります。ロック完了。では、溝をぐちゃぐちゃにしたり、合わせたりするのはどうやっているのか。わかりやすいように円盤を半透明にします。何やら赤い出っ張りがありますね。鍵を閉めた後、そのまま回し続けます。すると、出っ張りが隣の出っ張りに当たり、連鎖的に回転させていく様子がわかりますね。この仕組みにより、ハンドルに直接つながった1枚目の円盤のみで、すべての円盤を回すことができます。この要領で、左右にたくさん回転させていけば、溝の位置がバラバラになって、開けるのが難しくなりますね。では今度はロックを解除していきましょう。今回のこの鍵の場合、最初はどちらかの方向に回し続けて一度リセットする必要がありますね。その後、適切にダイヤルを回して溝を上に揃えていきます。はい、開きました。もう一度やってみましょう。さっきとは逆向きに最初回しまくってリセットからのスタートしてみましょう。この仕組みの場合、各円盤についている棒の位置で、ダイヤルの回し方が変わりますね。逆向きリセットからでも解除できました。今回のままでは、開け方が2通りになってしまいますね。どうでしたか？ちなみに今回のこの鍵の開け方は、右に十分に回して、9に合わせます。次に反時計回りに、2回転した後6に合わせます。次は、時計回りに1回転させて再び6に合わせます。最後に反時計回りに19に合わせます。そして時計回りに回すと、ロック解除でした。では皆さん、仕組み系の動画もネタが見つかり次第また作りますので、チャンネル登録して通知を待っててね。